はい、はい、第2回じゃないか、俺たちの帯同が研究ということで、はい、お久しぶりです。4日ぶりですね。この間あげたばっかり。明日がタイフェスなのであの今日は研究報告をですね、はい、タイの音楽の研究報告を一回 してまとめておこうという。そうですね、決してすごく調べたわけではないんですけども、まあここ数ヶ月でハマった上でちょっと調べた中での思うことなので、大いに間違いはあると思いますけど、そこは突っ込んでいただければ。昨日西新宿のサワディショップに2人で、昨日だ、そんなに、ものすごいペースで僕たちは遊んでるんだ、ね、遊んでるんだ、ね、ここ最近信じられないぐらいのペースで、そう前は半年に1回とかしか会わなかったのに、信じられないペースで遊んでいる、ここ最近も。あれ昨日？おとといだ。タイ料理食った。そうですね。タイ料理食いて、おばちゃんに、タイのおばちゃんに、うん、私タイに帰りたいよ。閉めたいよ。タイに帰りたい。言ってました。ダジャレみたいな。タイに帰りたいよって、で帰るらしいですね。で帰るけど T シャツ買ってくってあげようかって言われて、えっつって、ああ、じゃあお願いしますって言って、どんなのがいいか、うん、国王のがいいって言ったら、うん、国王ダメって国王は一番偉いから、そんなのないないダメ、象がある、象がある、象のシャツがあるよ。まあ象のシャツもいいけど、あとなんちゃらなんちゃらがある、なんちゃらなんちゃらがって言われて、なんだそれやつ、なんだそれって言ったら、これだっつって、レッドブル出してきて、えでレッドブルは結局タイの栄養ドリンク、もともとあったタイの栄養ドリンクをそのレッドブル、イギリスかんヨーロッパの人が持ってきて、うん、でレッドブルとしてライセンス取って発売したらしいんだよね、うん、でその元の会社のこれブルーベリー、これブルーベリーだね、ブルーベリーだね、これだけど歌ってるのは違う人だね、これね、まあ、オラガ村の可愛い子ちゃんだよね、だ誰かわかんないけど、これあれじゃん、あのあれこれあれだよ、まあ、要するにカバーだよ、カバーあのこれなんか、まあ、声は聞いたことある、ね、うん、まあそんなわけで、てないなんかアロハしちゃうんだよ、しちゃう、こうです、はい、この歌いいよね、この歌いい、でなんだっけ、それでまあ一昨日タイあのサワディショップに行って、でまあちょっとまたなんか買ったんだよね、いろいろで買ったものを、じゃあまずでレッドブルの話を途中ですね、レッドブル、そうですね、社長が金持ちなんだよね、もう亡くなられたっていう、亡くなられた、死んだよ、もう死んだよ、金持ち勝て、くらて、勝て、いいよ、金持ち、くらってっつったからね、あの二人は金持ちだ、くらって勝て、金持ちだよ、金持ち、三軒家建てる、家が建てる、家持ってる、この間やってたよ、テレビ出てた、金持ちだよ、羨ましいね、私もお金欲しいねって言ってお金欲しい、お金欲しいでも日本が一番って安全は日本が一番だけど、安全は日本が一番、もういい年だから帰りたい、帰りたいタイに帰りたいすげえ言ってたね、言ってましたね、そんなわけで、そうですね、研究結果ですね、うん、また仕入れたものがまずこれ、まずこれです、アジャリアブッサダ、リュウアジャリア通称ですね、うん、これが、まあ、MP3 なんですけど、うん、見た時に900円ぐらい、日本円で900円ぐらい、うん、これアルバムが7枚入ってるとすごいですよね、でプラス3曲新曲
入ってて、トータル75曲も入っていると、うん、この子はすごい人気だから、うん、いいぞと、うん、これはこの子はいいですよ、アジアレッピンさん、まあ俺も、うん、そうか、うん、買ってみよう、うん、まあお金も1000円ぐらいしかお金持ってなかったからちょうどいいやと思って、うん、買ったんですね、はい、その後タイ料理屋に行ったらおばちゃんに、うん、これはコピーだってタイだったら100円で売ってるって言われてマジか、ね、いやでもまあでも空輸してるしこっちに、うん、そう空輸代があるからね、空輸代あるし、ただですねもう、うん、MP3 にパソコンにぶち込んだら、うん、全部文字化けして、うん、自分でアルバムタイトルとかを適当に入れて曲名も適当に入れるという、うん、ことを余儀なくされたのがこちら。でもその内容的にはどうなんですか？内容的にはすごく良かったです。結果から言うと。アジャリアブッサワ。ブッサワ。ブッサワ。アジャリアブッサワ。新芽頂戴という曲がすごく人気あったりするらしいです、ね。日本ではその新芽、あの新しい芽を頂戴って聞こえ、空耳さで聞こえる、ね。新芽頂戴って多分歌ってんの。あ、歌ってんの？それが指名頂戴に聞こえるっていう。あ、空耳で、あ、だから要するにタイキャバ的なとこの指名を頂戴、それが面白いっていう風になってちょっと日本では有名になった。そういうことなの？だから俺はてっきりあれかと思ってた。指名頂戴は要するにあの葉っぱ あのフレッシュな葉っぱをくれ、それだからドラッグ的なこと かなと思ってたの。多分違うんだ。違うんだ。あのお茶なんだよ。お茶なのか。それを日本語で歌ってんの多分。ああ、新芽ちょうだいって言ってるのが新芽ちょうだい。ああ、でタイキャバンとかであの言ってる親父とか日本の親父とかがタイパブとかで新芽ちょうだい新芽ちょうだい聞こえるでしょって言われて、多分そういうことだと思うんです。でカラオケで歌いたいってなった時にサワディショップに行って。でそれがね、うん、新芽ちょうだい新芽ちょうだいっていう歌い回しがいいんです。もう一回ちょっと言って、しめちょうだいしめちょうだい、にゃ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 、ちょっとルクトゥー回しっぽくないですか。ちょっと俺が、うん、ルクトゥー回しで最近歌っちゃうんで身についてきたんだ。身についてきた。ああ、なんかオリジナルのルクトゥーンをどんどん出してるんだ。出してみんなの気づかないところで。ああ、節回しがもうルクトゥーンだね。すげえ、すぐできる。しめちょうだいしめちょうだいしめちょうだい、ね、まあ、これですね。で、まあ、ブルーベリーは前買ってるんですけど、ブルーベリーはおすすめです。あの、ね、女の子3人組、やっぱキャンディーズみたいな感じだし、うん、馴染みやすい曲が、うん、で かわいい、ね、かわいい。で、あのね、曲感で結構アンとか言うんだよね。あ、言うてアン、アン、かわいい。あの、喘ぎ声的な感じがキュンとさ。そうだね。あ、でね、喘ぎ声というか、なんかいけないルナ先生とかさ、あ、そういう感じのヤンっていう感じの、あ、そうですね、声、掛け声が入ったりして、そうですね、これかわいい、かわいい。あのね、歌い方も可愛いよね、みんな。歌い方も可愛いで、うん、ボーがやっぱり、ボーっていう子がすごく歌うまいんですよ。ボーね、ボー歌うまいです。で、ボーとオーム、オーム、オームもね、可愛いんですよ、ね、おっぱいが出てて。オームはちょっとひょうきんもの系ですね。で、あと、前言ってたノリオさんが言ってたヌーレックは、ヌーレックは超可愛い、超可愛いけど、ちょっとバカっぽい、ぽい、バカガキっぽい、バカな子なの。まあ、グループアイドルとして そのキャラ立ち感は、うん、お手本、ね、お手本的な、一人歌うまくて一人バカで一人おちゃらけ、うん、おちゃらけじゃない、なんちょっと、うん、ちょうどいい、うんうん、っていうことで、これもまたあれじゃん、あれ、うん、これ何なんだろうな、ね、動画変えようか。これあれじゃん、この歌なんだっけ、なぁ、これクラペのものじゃない、多分あの、DJ 的な感じなんだろうね。そうね、メガミックスだよ。メガミックスだね。メガミックス。みんなカバーでもいいんだよ。いいんだよ。だから、次から次へ出てきて、歌うんだからさ。
多分ヒップホップに近くて、彼らもほらあの国民性としてパーティーピープルらしいんだよね。だパーティーミュージックは結局オラガ村の共有娯楽なのよ。だからヒップホップは結局そのヒップホップミュージックは共有娯楽だから、誰がどう流しても流行ったやつを後追いしても全然問題ないのよ、それは。だそういうところがあるんだ。日本のライブハウス行ってもみんなオリジナルやってるよ。そうじゃねえんだよ。そうじゃないんだよ。流行り歌とか知ってみんなが知ってる曲を楽しくやって盛り上がろうぜっていうのが本当は一番いいんだよ、多分ね。パーティー的、パーティー的に言ったら、でほら DJ とかがないから結局バンドでやってやるんだよ、これ一番いい形。全曲オリジナルでやるのやめた方がいいと思うねあの日本のライブハウスは。ああいやかっこいいのもそりゃいるよ、うんうん、まあいいじゃんコピーでも、まあね、うん、知名度もないバンドとかは、うん、アイドルとかは。でもほらビジュアル系のほらライブに僕行ったことあるんですけど、あのディル・アン・グレイとかさ、ルナシーをコピーバンドが演奏したらめっちゃ盛り上がってたよこれ正しいのかもしれない。正しい、うん、正しい。みんなどんどんコピーをした方がいい。うん、そう、ボーイを除くまああのコピーされると悲しくなるのもあるじゃない、うん、ある。ボーイか、なんだ。でもハーツか、ボーイとかブルーハーツとかはさ、ほら、うん、もうやっぱオンリーワン的な要素があるでしょ、多分。ある、うん、X はカバーしていくよね。 X はカバーしていい、うん、爆竹はダメ。爆竹はダメ、うん、秀樹は、秀樹、秀樹はいい秀樹はいいまあちょっと大丈夫、その相当それたことをダラダラと話してしまった、うん、まあ、次はこれ、こちらです、うん、これはバイエン、まだ聞いてませんが、バイエンラーケンですね。バイエンラーケン、バイエンラーケン、これはね、多分小林幸子とかも、あのこのタイのおばちゃんに見せたら、バイエン、この人 おばあちゃんだよみたいな私と同じ、私より年上だよとか言ってたってことは、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんだよ連呼してたねだから立ち位置的に言ったら、ほらもう演歌の大御所、坂本冬美とかそういう系なのかな。もっとだ、もっと上だよ。もっと上か。まあルクトゥーンのもう、だってあの人がおばあちゃんって言ってたから。そうだねだから60ぐらいかもしんない、うん、でこれがねすごい、うん、これは違法なのかどうかわからないけど、うん、どうやらもともとは CD のケースに入っていただろうと。そうだね、うん、これがこの紙に入っていて1200円。あのね、バイエンはね、あのよかったよ。あの曲がバーンって何かこの曲っていうのはないんだけど、トータルとしてあの持ってかれる。ずっとイヤホンで僕は聴くんですけど、あの聴いてる間1曲から10曲入ってるんですけど、この間はもうこのライブ会場に行っちゃうね、魂が。あー、なるほどね。だもう1枚として一つの流れとしてドーンとくるってことですね。なるほど、うん、だから曲覚えてるかって言われたら全然覚えてないんで。あ、でもこれちゃんとコンパクトディスクっていうロゴが入ってるんで、ちゃんとした製品ですね、うん、ただしケースがないので、うん、でここが切られてるという、ね、うん、なるほど。おそらく何かがなら、余った CD をさ、プレッシャーった CD をディスクのあれ抜いてバラ売りしたんじゃねえのではないかそして次は、うん、こちらです。アルサイアムのメガヒット2010上半期メガヒットですね。メガヒット、それのカラオケ、カラオケです、うん、リージョンが違うのでうちの DVD プレイヤーではかからないということで、うん、これを、スタジ都内のスタジオに持って行ってビデオプレイヤーをミキサーにつないで、はいはい、タイカラをやろうという、そうですね、うん、ふうに考えています。できるはずですので、どなたか一緒にタイカラをしませんかという。これはどうです、あのまず一つ、僕はこれ CD としても持ってて、で映像も YouTube でめちゃくちゃ見てるんですけど、やっぱこうこうやって映像で来られるとやっぱりいいですね、すごく見ちゃいました。これ PV なんです。 PV 入ってます。でちゃんと聞こうと思えば聞ける、 PV
PV 入ってます、うん、ちゃんと聞こえてるので、カラオケに音声出力で。ただ PV なんだけど、 PV いやカラオケを前提に作られてるから、一応音源も声も入るんだけど、基本的にはあのカラオケ用に映像もカットされてて、なるほど。で下にあのタイ語とあとタイ語のローマ字読みの文字が出て、それがどうこうカラオケみたいにこうじゃんだんだんこう追っていけるように全部入ってる。なるほどね。だカラオケだね。だカラオケに特化した。でそれで多分ね、あの早口のやつは歌えないけど、スローは多分見ながら歌える。なるほど。えローマ字も入ってるから、ローマ字入ってるし、ローマ字で終えるから歌える。なるほど、ね、曲を知っててリズムを知っててで見ながら歌える。なみるなみるは歌えちゃう。で歌えるんだけど、歌いながら気づいたことがあってですね、あのタイってほらキュートとか可愛いと思うでしょ、歌い方が。あれを自分もやってみな。どう絶対そうなっちゃうから俺分かったんだよ。タイ語自体が、タイ語自体がキュートなんだ。可愛いんだ。キュートの塊なんだよ。ナミカニャニポンニャーみたいな、ナニャ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 タペテカパイピキャパチャーみたいな感じになっちゃう、うん、だからタイ語で歌うと可愛くなっちゃう。なるほどね。それが分かった。だから女の子とかを、女の子とかさ、あの何が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 かーって、そうだよ。だから女が例えばほらあのミリアとかさ、あのちょっと声をドス聞いた感じで I'm not baby みたいな歌うじゃない。可愛くないじゃん。可愛くないね。タイの歌歌わせると多分すげえ可愛いと思うよ。ニャピヤニャハニャハーとか言うんだよ。ちゃんとか、そうそうね、ちゃんとか、カパプラとかね、プラプラカパとかね、サリカーサリカーカーなんとかなんだってんだなーなーかー可愛いんだよ。可愛いね。可愛い。ブルーベリーのね、あの某のインタビューだったね、うんうん、みんなカーカー言ってね、カラスかよって思ってなんだよ、可愛いじゃねえかって可愛い。でそういうことが分かった。はい、というわけで一回染めます、うん。